長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？一緒に戦います。ゼーレ、了解しました。これ以上お姉ちゃんを傷つけさせない。キャッ！艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？新しい道を探しているときは周りにも気を配らなくっちゃ。そこの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。この景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。
長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？この世界の景色、懐かしい。ゼーレ、了解しました。ゼーレをどこに連れて行け？欲しいのみんなは元気かな？この世界は危険でいっぱいです。ゼーレ、気をつけます。館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？この世界の景色、懐かしい。
ですか？この景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。ゼーレ、目的地に向かっています。この世界の景色、懐かしい。館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？外の世界は危険でいっぱいです。ゼーレ、気をつけます。
長、ゼーレをどこ。ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。シーンのみんなは元気かな。この世界の景色、懐かしい。この景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。
ロザリア、どうしたの？とにかく大変なの！まずいのよ！うん。リリア、私の話をちゃんと聞いてる？本当にまずいのに！前にまずいと言ったのは、確かビスケットの瓶から手が抜けなくなった時で、そのさらに前は、確かガムを髪につけちゃった時、他にも、とにかく私たちの夜ご飯がクリームケーキから黒ずみケーキになってほしくないなら、それをまずくさせるようなことはやめて。リリア、今度は違うのよ。私たちが襲われちゃうの。襲われる？誰に、どこから、何に襲われるの？あれ、こっそり外に出たら変な敵に囲まれちゃったはずなのに。こんなに高くて、こんなに大きくて、ドカーンとかバシャーンとか、すごい攻撃を仕掛けてきたの。おお、ちょっと待って、それって崩壊獣のこと？そうそう、それよ。リリアも知っているんだから、きっと夢じゃないわよね。バカ言わないで、夢なわけないでしょ。そうよね。だってそれって私たちが撮影してる映画じゃない。え？あ、そうだったわ。ウォッカガールズ主演の映画シリーズ第20作目、今世紀で最も偉大な映画で、天才美少女2人が世界を滅ぼす化け物を退治するために、自らスーパー戦士になる改造を受けてみんなを救うお話よね。その怪物たちの名前が崩壊獣。バカロザリア、シナリオと現実の区別がつかなくなっちゃったの。なるほど、そういうことなら心配する必要なんてないわよね。リリア、遊びに行きましょう。お話の切り替えが早すぎ。でもリリアも遊びに行きたいでしょ。私は私はとっくに分かってるのよ。優しいお姉ちゃんがそのお願い事を叶えてあげる。早く行きましょう。でもケーキがまだ。大丈夫、お母様が焼いてくれるもの。リリア、そろそろ日が暮れるし、今日はここまでにして帰りましょう。バカロザリオは暗いのが苦手なの？そんなんじゃないわ。だって7時になったらリリアはどうなるんだっけ。思い出せない。ならきっと大事なことじゃないはずよね。まあいいわ、リリア急ぎましょう。早くしないと太陽が沈んじゃうわ。もっともっと遊びましょう。今度は楽しいかくれんぼの時間よ。バカロザリア、二人でかくれんぼしてもつまらないよ。それもそうよね。なら貝殻拾いはどうかしら。めんどくさそう。ちょっと
待て、ロザリア。リリアといれば何をしても楽しいわ。でも何か忘れているような。一体何だろう。
数万年もの洗練を経ても人類の欲望はなお自身が触れる世界にのみ限られ、これっぽっちも成長していない。幾度輪廻を重ねてもおそらくこの結果に変わりはないだろう。だとすれば打足は必要ない。人々が持つ記憶と歴史さえあれば、ならば命が聖魂空間と溶け合い終局を迎えるその時まで、せいぜい新しい人生を楽しむがいい。夢に引き寄せられるのは甘味をむさぼるアリだけとは限らないようだな。新たな客人が訪れたのなら、聖魂計画の秩序を守る門番として遠路はるばるお越しいただいた彼女たちにせめてものおもてなしをしなければ。ああ、正確に言えば彼女だな。ここは開炎城？なるほど。開炎城はムー大陸の遺跡ですから、正門の行き先にふさわしい場所でしょう。ニューアトラ、本当にそういう意味だったのですね。ここはかつてアトラという都市に属していました。だから正門によって行き来できる月のあの場所はニューアトラと呼ばれてたんでしょう。なるほど。でもここがマリアナ海溝の最深部である以上、地球にある他の場所へ移動したいならちょっと工夫しないといけないわね。そうだね。ここの次元が月みたいに聖魂計画のせいでめちゃくちゃになっていたら、空の律者の権能を使うことも難しいし。ブローニャ、今私たちがいる場所はあの開炎の目だよね。ええ、昔ここは漁師の海とつながっていたので、環境がそれの影響をかなり受けていました。でも今は漁師の海の力があまり感じられないの。ネゲントロピーが開炎の目を閉鎖した時はまだこんな感じじゃなかったと思う。やっぱりここも聖魂計画の影響を受けているんだね。漁師の海の力が均衡を保っているから開炎城は今のままでいられてるのかな。つまりこのまま干渉しなかったら、時間の流れとともに開炎城も聖魂計画に取り込まれ、入手した情報によると、聖魂計画は地球をある意味での夢へと書き換えています。そのやり方に一体どんな意味があるかはまだ分かっていませんが、まずは徹底的に開炎城を調べましょう。過去と同じ場所であろうと、変化が起きた場所であろうと、きっと変わってしまった世界を知る重要な手がかりになります。そうだね。デュランダルの話では、今の地球はもう私たちの知る姿じゃなくなってる。私たちは今7人いるとも言えますし、ここから上がったら手分けして各エリアの状況を把握してみませんか？はい、その方が効率的です。
それに開炎城はそう広くもありませんし、何か問題があったらすぐに支援に駆けつけることができます。それではキアナとメイ姉さん、委員長と四季の律者、ゼーレとブローニャに分かれて探索しましょう。キアナたちは空間の性質や外部との連絡手段について調べられます。委員長チームは聖魂計画が民間人や世界全体に与える影響を調査できるでしょう。ゼーレとブローニャは開炎城のことを詳しく知っていますから、ネゲントロピーがここに残した物資の捜索に向いています。確かにその分け方は合理的ですね。了解。じゃあ私とメイ先輩はまずここから空間の性質を詳しく調査をしてみるよ。ええ、妥当な選択ね。ブロニャお姉ちゃん、物資を探すなら先にハイベリオンが泊まってた場所に行ってみない？そうですね。記憶が正しければ、漁師の海への崩壊エネルギー転移実験をした際、アインシュタイン博士がいろいろと道具を保管していました。ざっと見た限りここは安全に見えますね。でも油断はできません。何しろ、キアナとメイさんも警戒を怠らないでください。連絡が必要になった時は四季の律者が作った意識のネットワークを使おう。あ、何でもありません。ただ四季の律者が。もういいですから、僕年人、話したことをいちいち全部伝える必要はないでしょ。つまりこのことだけは覚えておきなさい。全ては偉大なる四季の律者様がもたらした恩恵だと。私は名誉や利益を欲しているわけじゃないけど、これだけは覚えておいて。私の施しは他の連中じゃ与えようにも与えられないものなんだってね。うん、ありがとね、四季の律者様。四季ちゃん、今は無駄口を叩いてる場合ではありません。役割分担もはっきりしましたし、キアナが話してたような形で早めに動きましょう。ええ、どうしたんですか、ゼーレ。ううん、ただ考えちゃって、ケビンってどんな人なのかなって。確かに彼はあなたたちには敵としての一面しか見せていませんでしたね。ゼーレが漁師の海で彼と出会った時、偉そうに大蛇になってたんだって。確か末法型崩壊獣
ブラフマーの化身、名前はククルカ。トラロックやコアトルと同じくキマイラ計画の産物で、漁師の海に適応した存在です。トラロック、ブローニャが倒した巨大な骸骨のことですか？はい。だからあの時の彼は比較的まともな化身を選んだのだと思います。そう言うと思いましたよ、僕年人ってば。老いぼれたちをいいように言って、私から見ればあなたたちに私並みのコミュ力があれば今みたいにはならなかったと思いますよ。試練やら責任やら、全文明の先駆として幾千万年の時を過ごしてきたんでしょ。一度では無理なら二度三度と話し合えばいいでしょ。ケビンも信州に来て、和をもって尊しとなすという言葉を学んでみればいいんです。沢でどうにかできる問題だとは思えませんが。しかし長い歳月は確かに人から基本的な会話能力を奪います。例えば遠い昔に避難所で目覚めてからは、ケビンやスーと定期的に会話を交わしていました。それがだんだんと数ヶ月に1回、年に1回、最後には10年に1回となっていきました。どうしてそうなったんですか？時間があまりにも長すぎたからです。数百年数千年も過ごせば、常に思わぬ出来事が掟を破るもの。その時に私たちは気づいたんです。過去に作ったルールは形式的なこだわりに過ぎないと。だからといって大半のことを形式的なものだと認めれば、結果はこうなってしまいます。ブローニャも大巨山で見たはずだよ。この僕年人ってば、子供の世話をしているのに一緒に遊ぼうとすらしなかったんだから。なるほど、理解できました。こんなに年が離れているのに、ブローニャたちと同じように委員長はセーフレイヤーでの時間を大切にしてくれてたんですね。はあ？ええ、セーフレイヤーは数百年ぶりに時間がまともに流れていることを感じさせてくれた唯一の場所でした。まったく、さすがは僕年人と言うべきか。普通なら自分の時間がある瞬間やある時期で止まってくれたら。確かに人はそんな風に願います。自分が生きていることは時間が流れている時にしか感じ取れません。そしてその時の中で一つ一つの物語を読み終え、一つ一つの結末を見届けることで、矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、その矛盾こそが人が人でいられる理由なんです。はいはい、わかった、わかりましたよ。もうさっきまではケビンの話をしてたっていうのに、どうして断りの律者コーナーになってるわけ？かつての数万年で私たち先行者は矛盾を引き受けていると思い込んでいました。それこそが今のケビンのように世界に矛盾を生み出したんでしょう。もちろん終焉の手によって無様に滅ぼされることなんて誰もが望んではいません。だからこそケビンはなおさら成婚計画に絶望を感じているはずです。絶望？それはどうでしょうね。彼のあの態度を見る限り、絶望というよりも希望をあなたたちに託したんだと思いますよ。もし彼が最終的にあなたたちから望んだものを見出せたなら、その時はきっと命をかけて全力で決着をつけに来るのでしょうね。え？四季の律者、話を間違えてはいませんか？彼女は間違っています。それに今の言葉こそが最初の問題に対しての回答と言えるでしょう。ケビンとは一体どんな人なのか。ツーファ、これからのことは、これは最後のチャンスだ。
僕たちのせいで悪い結果になる前に、そのために僕は自分の命を重厚に押し込めなければならない。ケビン、私たちにも同じことをしてほしいのですね。もう大丈夫ですよ。はい、ポンタ、位置につきました。いや、エリア警戒、攻撃射撃します。予備エネルギー起動。反応点一掃します。エネルギー解放、全エリア投下。開演場、全然変わっていませんね。平和な時だったら観光地に向いているかもしれません。ではさっき立てた計画通り、ここからは分かれて行動しましょう。分かったわ。あの上にあるベランダなら多分通信しやすいんじゃないかしら。そうなんだ、ありがとね。重装さに永久配置。あなた逃げられないの。アサルト火力維持。エリア警戒、動的射撃します。弱点確認、デフォルトモジュール起動。今回はそんなに興味があるんですね。意外です。ゼーレ。あら、おかしなことを言うのね。彼女に無理やり気分転換させられただけよ。いいことだと思いますよ。何はともあれ、一緒に行動するのはこれで二度目ですね。三度目よ。お姉様ってば、おバカさんね。二度目はカロスさんの時。お姉様はムーンライトスローンの生成で力を使い切って、骨が抜けたかのように倒れ込んで、起こそうとしても全然起きなかったの。ゼーレは相当焦ってたわ。そんな彼女が見ていられなくて、仕方なく助けてあげたのよ。その後、お姉様はぼんやりと私のことをゼーレって呼んだの。ねえお姉様、正直なところ、自分がどっちのゼーレを呼んだのか覚えてる？どうして笑うのよ。まさかあの時のこともカウントしているとは思いませんでしたから。でも
ちょうど良いタイミングですね。あの時ブローニャは2種類のゼーレの力を感じました。少し遅れてしまいましたが、一言言わせてください。ありがとうございます、ゼーレ。あなたって人は意味がわからないわ。まあいいでしょ、そんなくだらないことに付き合いたくはないし。お姉さま、ゼーレはね、月での出来事をブローニャお姉ちゃんと話し合いたいそうよ。でもそのタイミングが見つからないみたい。目が覚めたらニューアトラにいたこととか、何が起こったのかも知らずに一人で仲間を探しに行ったこととか、途中で見知らぬ人たちを助けたこととか、あの深い穴に入るときに誰よりも心配していたのに、みんなの前では平気なふりをして、ただ自分のできることを黙々とやり遂げたこととかね。あの子は本当に成長したわ。なんていうか、今はいろんな場面で私が現れない方が彼女のためになるかもしれない。だからあなたはウサギの元から逃げてきたのにずっと出てこなかったんですか？それが何？どうしたの？そんな…はい、だって両方ともゼーレですから。ちょっと…へっ、はあ、もういいわ、好きにして。どうせこれから仕事もしなくちゃいけないし。もう笑わないで。あれ、あの人は。やっぱりスーサナですね。ブローニャさん、ゼーレさん、夢の中じゃありませんよね。ああ、助けに来てくれたんですか？バカ言わないで。そもそもどうして天命本部の人間がこんな場所にいるの？私にもよくわかりません。勤め先でちょっと居眠りをしてしまったら、目が覚めたら伝説の開演場に飛ばされていました。この場所を知っているんですか？はい、アルビトルから話は聞いています。不朽なる刃の正体がテレサ様が率いる極東支部の部隊と深海で戦ったことがあると。もう昔のことです。それよりもその物資を運び出そうとしているんですか？はい、勇気を出してここを一通り回ってみましたが、一人も見当たりませんでした。通信設備は全部壊れてましたけど、生活用の物資は足りてるようでした。ただ倉庫は湿ってて少し寒いので、しばらく別の場所で過ごすことにしたんです。いろいろ大変でした。いえいえ、実はハンモックに使う布を探していたところだったんです。そうしたら皆さんが助けに来てくれたという感じです。だからバカ言わないでってば。え、あれ、でもそうだとすればどうして私はここにいるんですか？ブローニャにも分かりません。スーサナ、あなたはさっきここに来る前までは勤め先で居眠りしてたと話してましたが、どういうか。ああ、長光さんのお手伝いをしてたんです。つい先日天命はやっと旋回地上の修復を終わらせました。新しい実験が始まる前に神の鍵に取り残されたものがないかを確認するため、一旦中を整理することになったんです。でも中は風通しが悪くて暑苦しかったので、上げっぱなしの腕を休ませようとしたらうっかり寝てしまって。その後目が覚めたらここに？はい、もしかして
知らないうちに神の鍵の影響を受けたんじゃ。もしくはもっと簡単な原因があるのかもしれませんね。証拠も不十分ですし、おそらくそれについて語り合っても時間の無駄です。さっきここの通信設備が全部壊れていると言っていましたね。ではここにあるものは一体。あ、それは簡単なテストをしてみたんですが、集積回路が壊れているみたいなんです。設備さえ修復できれば外部と連絡が取れると思ったんですけど。これも成婚計画の影響の一つなんでしょうか。それならお姉様、あなたは断りの律者なんだし、これを修理するくらい簡単でしょ。あれ、そうなんですか。いえ、絶対できるとは保証できません。なるほど。外見だけ見れば全く問題ありませんが、内部にある重要なパーツがひどく損傷していますね。はい、普通に考えれば修理できる見込みはほぼない状態なんですけど。でも断りの律者の新たな形態を使えばそう難しくはありません。本当ですか。先走った機体はおすすめしません。ブローニャも初めて試しますから。起動しました。どうやらうまくいったみたいですね。それでもこの設備は役に立たないんじゃないかしら。地球全体が成婚計画によって再構築されている以上、波の通信設備で誰に連絡を取れているの。750620570。あ、見つけました。この設備には49号通信チャンネルがあります。何を探してたの。あるチャンネルです。天命とネゲントロピーが対峙してた頃、オットー司教とプランク博士が望まない事態を避けるために作った通信回路で、別名大西洋電話。過去の人間が何。天命本部が機能しているならそこにいる人たちに49号通信チャンネルを使って連絡できるんです。はい。スーサナ、本当にそれもキアナさんたちと一緒なんですか。ブローニャさん、ゼーレさん、それにスーサナ、久しぶりですね。無事で何よりです。あなたは不朽なる刃のアルビトルですか。もちろんです。天命公認のベンリアさん、ここに参上です。ブローニャたちの状況はスーサナから大体聞いていると思いますが、天命本部は今どうなっていますか。突如発生した空間異常から天命本部を守り維持させられるよう、副隊長、長光様、琥珀様は前線にて指揮を取り、虚数侵入を防いでいます。一方ネゲントロピー側ですが、ソルトレイク基地とは連絡が取れています。ベルトさん、アインシュタイン博士、テスラ博士が現在戦っています。学園長は彼女のことを知っている人はいませんか。残念ながらテルサ司教は現在行方不明です。彼女が宇宙から帰還しているかどうかすら確認できません。またネゲントロピー側ではアリーン姉妹が行方不明になっています。監視カメラによると異変が起こる約10分ほど前に基地から抜け出しています。
人工知能の分析から察するに、こっそりコンビニにケーキを買いに行ったようです。あのアホ姉妹が。ゼーレ、今感情的になってもおそらく何の役にも立ちません。アルビトル、今の状況から考えれば天命、ネゲントロピー、それと開炎城にいるブローニャたちで三者会議を行う必要があります。手配してくれますか？できるだけ頑張ってみます。では善は急げということですし、スーサナはここに残って通信回線の維持をお願いします。みんなを探してきますので、三者会議は30分後に。それで大丈夫ですよね？はい、問題ありません。期間中のデュランダル様とスショウ様のためでもありますし。天命とネゲントロピーが人を集められれば何の問題もないんじゃね。それにしても人は見かけによらぬものって、まさにその通りね。スーサナ、あなたのお手柄よ。ゼーレ、言い方に注意して。才能は人それぞれなのね。これでいいでしょ？ネゲントロピーと天命の重要メンバーを全員参加させることはできなかったが、こうして三者会議を行えること自体が奇跡と言えるだろう。はいはい、くだらない前置きはそれぐらいにして、ボサ頭。早速本題に入るわよ。それでは会議の進行役はテスラ博士にお願いしてもよろしいでしょうか？その方がより効率的かと。いいわよ、どうせ多めに喋るだろうから。キアナ、今開演場に集まっているのはあんた、メイ、ブローニャ、フカ、ゼーレ、四季の律者、それとなぜかそこに現れたスーサナで間違いないわよね？そうだよ。さっきの情報によると、あんたたちは聖婚計画のせいで月に閉じ込められていたけど、全文明が残した聖文を使って開炎城にたどり着くことができた。でもそれだけじゃ今の開炎城の状況は説明しきれない。天命側になんでスーサナがあっちにいるかを説明できる人はいない？テスラ先輩、そのことについては私から報告するわ。スーサナは私が戦艦一条を使って送り出したの。ああ、やっぱりあんたの仕業だったのね。って、ちょっと待ちなさい。戦艦一条？あれの起動は相当面倒なはずでしょ？ちょうど戦艦一条関連の実験をしようと思ってたから、内部の整理をスーサナに任せてたのよ。でも異変が始まった時に急だったからスーサナと連絡が取れなかったの。だから地球で最も安定していた空間を設定して彼女を先に送り出した。皆さんも目にした通り、聖婚計画の影響があまりにも大きかったから、その後は戦艦一条を使うチャンスをなくしてしまったのよ。どうしてかしら、何かを省略している気がするわね。まあとにかく地球の表面が虚数侵入の被害に遭っている今、漁師の海と深くつながっている開炎城は確かに滅多にない安定した場所ね。でも当面の問題として、それの安定性が気になるわ。どうしてですか？今のようにずっと守りの体制を取ったままではいられない。ネゲントロピーと天命の最終目標は元の世界の奪還よ。それを前提とすると、開炎城を前線基地にするのはあまり望ましくない選択と言えるわね。虚数空間という視点から見れば、前線からあまりにも遠すぎるのよ。前線基地よりも後方に向いているの。つまりテスラ博士が言いたいのは、これから新しい戦場を探す必要があるってこと？そうよ。具体的にどうするかは長光に考えてもらう必要があるけど、
テスラ先輩が言ってるのは旋回一条のことよね。さっきキアナさんたちの方でもいろいろ準備してるって聞いたわ。せっかくだし皆さんも確認してみない？準備作業といっても虚数空間の方から道しるべを探してただけなんだけど。けどもう収穫はあるみたいね。え？でも私たちはただ。なるほど。現状の天命やネゲントロピーではこの程度の道しるべを確保することさえ難しい。残念ながら君の言う通りだ。あと今はソルトレイク基地や天命浮遊島を戦場にするのはお勧めしない。その2カ所は聖魂計画が力を集中させて侵食しているエリアだ。防衛線には適しているが攻撃には向いていない。それに聖フレイヤーが位置する空間を曖昧に感じ取れただけでも僕たちにとっては大きな探索価値がある。そうだけど。具体的な座標を伝えるのは難しいのね、キアナさん。うん、本当にはっきりしない感覚だから時々ぼやけた夢のように思えるんだ。リチ社の権能を使って虚数空間を見ようとするとどの方向に注意を向けてもセーフレイヤ関連の情報が背景にあって。宇宙背景放射みたいなものね。それって何？宇宙背景放射？ねえキアナ、授業はちゃんと受けてる？まあまあテスラ先輩、宇宙背景放射なんてものは普通教科書には載ってないわよ。キアナさん、ビッグバンという概念は知っているでしょ？宇宙全体はかつて小さな点だった。でも時間の流れとともに膨らんでいって今みたいになったんだよね。ええ、ビッグバンによって放たれた最初の光がいわゆる背景放射なのよ。その光が誕生した時、小さな宇宙は一瞬で埋もれた。だから宇宙が大きくなった今、光は至るところまで満ち、四方八方から私たちに向かって飛んでくる。そしてまた膨らんでいく宇宙の奥側へと向かう。つまりテスラ博士と長光さんはセーフレイヤーが聖魂計画に飲み込まれた最初の場所だと推測しているんですか？そうよ。最初というのは少々厳密さに欠けているけど、今話した背景放射と同様に。セーフレイヤーは聖魂計画の影響が現れた頃に巻き込まれたはず。そうじゃなきゃどの方向に注意を向けてもセーフレイヤーを感じられるって現象を説明できない。そうなると最初の突破口さえ見つけられれば、空の律者の力を使ってセーフレイヤーを取り戻すこともそう難しくはないはずよ。それに聖魂計画での立場が背景放射に近いという性質を利用してセーフレイヤーを改造し空間を取り戻すための共闘歩にすることもできる。ケビンが僕たちの最終目標だとすれば、その前にできるだけ地球を元通りにする必要がある。そうすれば相手の力を削れるだけではなく、聖魂計画を終わらせ終焉を乗り越えた後、地球が取り返しのつかない状態にならずに済むからね。地球を元通りに。確かにそれは私たちの目標だけど、理論上聖魂計画がしたことの逆をやればいいだけよ。意外かもしれないけど今の異変から見れば反転作業を実行するプランは簡単に作り出せるわ。まあ大体1日か2日程度ってところね。そんなに早くできるんですか？そうよ。さっきも意外かもしれないけどって言ったでしょ。でも効率上の問題は残ってる。反転作業のプランができたところで実行する時の効率は
終焉の力を手にしたケビンにはかなわない。だからこれからすべき行動は2つあるのよ。まず1つ目は一般人の力を引き出し人数を増やすことで効率の差を補う。2つ目はいわゆる終焉の力とやらを私たちの手中に収める。両方とも空想めいた話だけど、成婚計画と終焉の律者の件、この2つを同時に解決したいのなら、それ千里の道も一歩から。確かにこの先がどうなろうと私たちは開炎城に引きこもっているわけにはいきません。そして今はセーフレイヤこそが最も希望のある選択肢。ああ、実はさっき現状についてノートに書いて整理していた時に、とある突破口を作り出す方法を思いついたんだ。ぐっすり寝ちゃったよ。でも目覚まし時計が故障してたのかな。みんなはもう自分の持ち場で頑張ってるみたい。今日起こしてくれなかったのはアインシュタイン博士の計画をもうすぐ実行するから、私を十分に休憩させたかったのかな。よし、下に行く前に計画の実行手順をもう一度整理してみよう。ステップ1、開園の目とみんなで増設した通信設備を使って地球の近くまで戻ってきているはずのデュランダルと師匠に連絡を取る。ステップ2、彼女たちと合流してから空の律者の力を使って散らばったセーフレイヤーの情報を趣味消して各次元にできる限り記録しておく。ステップ3、虚数繰り込みのテクニックを使って散らばった情報を独立した次元で一体化させて安定したビーコンを入手する。最後に手に入れたビーコンを使って戦いを担当する人を送り込めば虚数侵入に反撃できる。どの手順も成功率は多分私のコンディション次第。大丈夫、いつも通りにすれば律者にとってはそう難しくもないことばかりだし。そうですね。それに計画の第一段階はすでに成功していますから。デュランダル？あんたたちもう戻ってきてたの？はい、30分前に到着したばかりです。皆さんのおかげでナビに異常はありませんでした。ちなみに師匠さんは今仮眠をとっています。ということはデュランダルはもう2日も寝てないんじゃない？大丈夫？問題ありません。天命には長時間にわたるバルキリーの作戦をサポートする手段がたくさんありますから。師匠さんに休んでもらい、私が先にここへ来た理由は計画の第二段階に趣味消しが必要だからです。それはそうだけど。わかった。でも計画をやり遂げたら隙を見てちゃんと休んでよね。はい、リタからもそう言われてますから。ならいいや。早速だけど下に行かない？ええ、そうしましょう。ここにある臨時の通信装置はブローニャさんが断りの律者の力を使って2日間ほどかけて設置したものだと聞きましたが。うん、スーサナも結構頑張ってくれたよ。彼女がいなかったら他の人たちと連絡が取れても
装置を設置するときに旋回一条に必要なスケールを把握できなかったと思う。ブローニャの話によると、そうなっちゃった場合、あんたたちを開演場までナビゲートする難易度がかなり高くなるんだって。確かに。ですが、長光さんが彼女を発射したことはやはり無謀すぎる行為だったと思います。あの二人らしくはありますが。デュランダル様、スーサナさん、ちょうどあなたのことを話していました。え？あんたの助けがなかったら、デュランダルと師匠はこんなに簡単には開演場に来られなかったって話をしてたんだ。自分の仕事をこなしただけです。それでもみんなの感謝の気持ちに変わりはないよ。そうです、見事な働きぶりでした、スーサナさん。はい、スーサナはこれからも頑張ります。その件は置いといて、善は急げと言いますし、計画の第二段階を始めるとしましょう。ここで締め消しを展開すればいいんですね。うん、あと言うまでもないけど、アインシュタイン博士と連絡が取れる状態をキープして。ここは、僕たちは草木と何の違いもない。火起こし、焼き畑農業、宇宙に行けるようになったとしても、人類はその子供時代からは逃れられない。宇宙ではどんな知恵も存在の仕方の制限を受ける。それは意志で克服できる障害ではない。ケビン、あなたの言う存在の仕方には目の前の光景も含まれてるの？何はともあれ、ここで立ち止まるわけにはいかないわ。こいつも巨樹の残骸なのかしら。Yeah!
悪いなちびっこ、また一匹獲物を奪っちまったな。なあテレサ、何ぼーっとしてるんだ。ジークフリート、本当にあんたなの？ん？なんだ？どっかで偽物にでもあったのか？それとも単にゴーヤジュースを飲みすぎて頭がおかしくなったのか？まあいいわ、そんな馬鹿げたことを言えるやつなんて。ということはつまりヨルムンガンドがあんたを監禁した場所。そうでもないんだ。しかし話すと長くなるな。とにかくあの時からカスラナの聖魂空間に閉じ込められてるんだ。さっきヨルムンガンドのボスとそこで戦ったって言ったな。ええ、彼の名はケビン、カスラナ家の祖先で全文明のヒーローであり、この時代の罪人だろ。ケビンが何をしたか知っているの？いや、だがさっきあいつがキマイラの全ての力を取り出したんだ。じゃなきゃこうして今お前と顔を合わせて話すことなんざできない。ケビン、彼は終焉の律者の権能を奪い聖魂計画を進めているの。彼が言うにはそれが終焉がもたらす世界の破滅を避ける唯一の方法だそうよ。でも代価として聖魂を覚醒させることのできない人たちはみんな夢の中に落ちるの。終焉の律者、閉じ込められている間に外では何が起こってたんだ？ここ1年確かにいろいろあったわね。たった400日で律者のナンバーが4から12に至った。その上オットーですらこの世から消えてしまったの。でも困難に立ち向かうことでセーフレイヤーの教え子たちも随分と。しかもキアナは空の律者の人格に勝ち、人類のために戦う深淵の律者になったのよ。私たちの知るベルトみたいにね。そうか、次に会った時は大人として扱ってやらなきゃな。そんなの、あんたこそ昔みたいにだらしなくしてたら彼女に呆れられるわよ。キアナはお前みたいにケチくさいやつじゃないぞ。そういえばジークフリート、あんたの左腕聖魂空間で直せたの？ああ、腕のことか。正直俺もよくわからないんだ。聖魂空間にキマイラの力が満ちていた頃は意識がぼんやりしていて、一体何が起きているのか全くわからなかったからな。例えば監禁から何度も逃げているはずなんだ。だがなぜかいつも監禁状態に戻されている。それだけじゃない、今この時も非現実的な感覚を強く覚えている。まだ聖魂空間の顕表と巨石の中に閉じ込められているような気分なんだ。あんたもひどい目にあったのね。そういえばジークフリート、今私たちのいる空間がどこにあるのか知らない？カスラナの聖魂空間とは随分と違っているような気がするわ。さあ俺にもわからない。だが暴れ回るための手がかりはずっと掴んでいる。さっき言っただろ、ケビンがキマイラの力を取り出したって。力が消え去った方向が俺をお前のそばまで導いてくれたんだ。つまりここで私を見つけられたのは前にそういった方法で戦ったからってこと？いや、そこまでは思いついていなかったな。だが一理ある。本当は力が消えた理由を探ればケビンを見つけられると思ったんだ。だがこうしてお前と会えて以上、このまま進んでいけば他の連中も見つかるはずだ。二人だけじゃ事の全貌は把握しきれない。だが
人を助けていけばいくほどいつかは強い力になる。さすがだわ。そんなにいろいろあったのに若い頃みたいに楽観的なのね。わかったわ。じゃああんたの言う通りに動きましょう。もしかしたらキアナたちも別の方向から今回の件を調査しているかもしれないわ。こっちだ。虚数の造物、やっぱりここは虚数空間と何らかの形で関係のある場所なのね。ちょうどいい機会だ。テレサ、久々に肩を並べて戦ってみないか。ま、肩を並べられるほど背は伸びていないがな。後半はいらないわ。テレサ、キアナはまだ学校をサボっているのか？どうしたの急に。親父が教師と顔を合わせてるんだ。これぐらい聞くのが普通だろ。セーフレイヤ学園はもうすでに2期分休校しているわ。そういえばジークフリート、あんたが使っているのは聖魂の力よね。当然だ。本物の天下制裁はまだヨルムンガンドのところにある。現実世界に戻ったらこの力は使えなくなるのかもしれないな。ならその時は制約の十字架を貸してあげましょうか。遠慮しておく。0.5 トンもあるんだぞ。老いぼれの椎間板のことも考えてくれよ。少し笑える話だが、聖魂空間に閉じ込められて最初に思い浮かんだのは、しまった、このままじゃ新劇場版アラハトの最終回を見逃しちまう、だったんだ。あんたの脳みそらしい考えね。あのね、キアナはずっとあんたのことを探してたのよ。これでやっと彼女に会えるんだから、そのことをもっとちゃんと考えなさい。ロボットアニメなんか別にどうだっていいでしょ。いやダメだ。キアナのことを話した瞬間、戦闘中なのに気が散りそうになったからな。やっと訳のわからない奴らを片付けられたな。ゾロゾロと出てきやがって。俺たちが蜂の巣を攻撃したとでも言いたいのか。仕組みを理解できれば現状を把握できるはずよ。確かにその通りだね。でも時間の節約も考慮して、ここは私がちょっとしたアドバイスをしてあげる。この声は？二人ともこんにちは。私はラムだ。時間がないから自己紹介は飛ばしておくね。でもこのことだけは信じてほしいんだ。私はセイフレイヤの味方だよ。時間がないだと？追ってでもいるのか？正確に言えば前方で待ち伏せ、後方には追ってかな。私が入手した情報によると、ここの空間は10分後に空の律者の剣能によって大きく書き換えられる。最悪の場合は大型の敵との生死をかけた戦いが始まるよ。空の律者ってキアナのこと？
うん、あなたたちが聖魂計画のメインネット星の目次にいることを知らずにいる彼女たちは遠慮なく力を使ってセーフレイヤーを取り戻そうとしてるの。原理の説明はすごく複雑になるから重要な部分だけ説明するね。テレサちゃんが夢食いをしたことでセーフレイヤーが反撃の前線基地として選ばれたの。つまり私たちがキアナたちに合わせて行動すれば、そう、私の能力を使えば聖魂計画にとって単なる異物であるテレサちゃんを助けることは難しくない。でもジークフリートさんの方は少し手こずるの。それって聖魂の力のことか？うん、もっと初歩的な話だよ。ジークフリートさん、カスラナの聖魂空間、その最奥部からどうやって逃げてきたか、あなたは覚えてる？ケビンがキマイラの力を取り出したから。ジークフリートさん、私が聞いているのは聖魂空間から具体的にどうやって逃げてきたのかって。は、待て待て、それってありえない。なぜどうやって逃げてきたのか全く覚えていないんだ。やっぱり以前と同じようにあなたは本当の意味で聖魂空間から逃げられたわけじゃない。ケビンがキマイラの力を連れ出したことで存在の状態が安定しただけだよ。あなたは何を言ってるの？ジークフリート、どういうこと？はあ、俺の今の状態はただ虚数空間で無有しているようなものだと彼女は言っているんだ。例えば俺は一度ぬいぐるみになったことがあってな。まあいい、多分あれは本当の意味で夢を見ていただけ。一旦視点を現状に。ジークフリートさんは長い監禁がもたらした同化効果によって聖魂計画とメインネットワークの中では精神を分裂させて単独で行動することができるの。だから現実に帰りたくても本体がいない状態じゃ本来なら必要のない面倒事が増えちゃうんだ。となると俺がまだこの空間にいれば他の問題も起きずに済むってことか？うん、たださっき話したようにここは10分後に空間が歪んで大型の敵が出現するとともに退路が断たれるの。なら大したことはないな。お前たちさえ無事に脱出できれば俺と敵の戦いがどんな結果になろうと、何しろただ夢を見てるだけだからな。安心して、それはそれは一時的なことだから。ここに閉じ込められてるような状態もそう長くは続かないだといいんだがな。テレサ、もしこのラムダのお嬢さんが信頼に値する人間だと思うなら彼女の言う通りにして。キアナちゃんたち、早めに動き始めたの？テレサ、逃げろ。これで計画は第三段階まで終わらせられたね。開始から今まで経過した時間はおおよそ37分。本当にさすがです。デュランドル様、どうかしました？計画が順調なのはいいことですが、それはつまり難しい場面がまだこの先にあるということですよね。ええ、でも聖魂計画から聖フレイヤを奪還する、それはとても重要な起点でしょ？その通りです。そうすれば独特な空間の性質を用いて聖フレイヤを理想的な前線基地にできる上に、天命本部にある旋回地上を再度役立たせることも可能です。地表の大半を侵食された今、
旋回一条で開炎城に直接影響を与えることはできませんが、特殊なビーコンを持つセーフレイヤーを通せば、だからセーフレイヤーを奪還できれば天命本部とお互いに支援し合えるようにもなります。つまり必要であればリタもブローニャたちと一緒に戦えるのですね。ええ、逆にあちらも同じことができます。まあとはいえ今はまだセーフレイヤー学園にたどり着けていない状態だし、それでチームはどう組むの？セーフレイヤー出身のメンバーをなるべく一緒に組ませた方がいいと思い、ですが開炎城を守れるくらいの戦力を残す必要もあります。そうですね。では須生さんは休ませておき、深さん、四季の律者、スーサナさんに開炎城を守ってもらいましょう。残りの人、そうなるとデュランダルは続けて戦うことになるよ。もう2日も目をつぶってないのに。だれ、より長時間にわたる作戦に連続して出かけたことがありますし、前方に私が必要がなくなったと判断で。でもキアナさん、甘く考えてはいけません。皆さん、異論がなければこのプランで進めていきましょう。わかった、今から出発。ここ本当にセーフレイヤーだ。つい最近律者の思想空間で思い出したばかりだけど、本物の学園を見てると懐かしくなってくるわ。周りに敵はいないようですね。もしかしたら前線基地の構築作業をすぐに開始できるかもしれません。まずは学寮に行ってみない？ブローニャのゲーム機がまだ残っているかもしれないし。はいはい、冗談はそこまでよ。じゃないとデュランダルさんが本気にしてしまうわ。ゼーレさん、あなたも何か気づいたのですか？はい、あそこの空間がキアナの力で傷ついてるみたいです。キアナさん、律者の力であの教会堂の近くを調べてもらえませんか？問題ないけど。確かにここの空間なんだかおかしいみたい。一緒に調べましょう。巨樹の残骸と漁師の影、やっぱりここの空間はまだ完全に安定してないんだね。いいですね、こんな風に空間に影響を与えるなんて。やけどに注意してね。決戦の敵が来た。安らかに眠りなさい。ここまでです。テレサ、
キアナ？うん、私だよ、学園長。よかった。怪我はないみたいだね。大丈夫。これは緊急転移の副作用だから、大したことないわ。でも、どうしてみんなはここに？ええ、状況は大体わかったわ。再会できたばかりだけど、今はみんなに急ぎの任務を与えないといけない。はい、ご命令ください、司教様。この近くにある空間の隙間がまだ消え去っていなかったら、その源を追跡して、そこにいる英雄とも言える男を助け出してほしいの。彼の名前は、ジークフリート・カスラナよ。パパ！テレサ司教、作戦の詳細を教えていただけませんか？ええ、時間は貴重だけど、必要なことは説明しておかないとね。つまりパパはケビンの手でカスラナの聖魂空間に閉じ込められてるの？ケビンがキマイラの力を取り出した今こそが彼を助ける最高のチャンスなの。でも星の目次に残された隙間だけでキアナのお父さんを探す、あるいはカスラナの聖魂空間を見つけるなんて、そう簡単なことではありません。ではカスラナの聖魂空間と複雑な関わりを持った人間がさらに二人いたらどうでしょう？そのうちの一人がテレサ主教、そして私が。不思議に聞こえるかもしれませんが、私は確かにカスラナの聖魂覚醒者なんです。で、オットー主教のせいで少し複雑な事情があり、そう簡単には説明できないのですが、時間の節約のために一旦はこの事実だけを飲み込んでください。分かったよ、デュランダル。教えてくれてありがとう。実はどんなことになろうと、私は最善を尽くして試すつもりだったんだ。キアナが必要ならブローニャたちも全力で協力します。それに、ついでにその聖魂空間を奪い取れたら、ケビンと聖魂計画に反撃できるものね。役に立てそうなら私も力になりたい。以前協力し合った時のようにすれば、シミ消しで空の律者の権能を増幅させることもできますし。私はビシュヌの力でサポートするわ、キアナ。だから思いっきりやってみて。うん、もちろん。見つけた。あれ、ここは。ここはカスラナの聖魂空間と一般の虚数空間が相互浸潤しているエリアです。カロスタンでの戦いの時に、私はオットー司教によって。つまり聖魂空間の中心エリアまではまだ少し距離があるんだね。あれ、他の人たちは？テレサ司教はどうやら完全に回復できていないようですね。他の人たちはカスラナの聖魂空間と相性が悪かったのかもしれません。それに、いえ、何でもありません。ご覧の通り方向を見失いやすい場所です。ですが幸いにも、先ほどテレサ司教が行ったと思われる夢趣味消しで印を残せば。
道の先にあるのは多分そうでしょう。だからその話はまた後で。まずはジークフリートさんの安全を確保しないといけません。決戦の敵が来た。西田行け。しましょう。俺が迷っているのは、お前のこれからの人生に、お前の母親にどうすれば顔向けできるのかを考えているからだ。確かに俺たちはかすらない一族の一員で平等な戦士だ。しかし父親としては、母親が期待してたようにお前には健やかに楽しく成長してほしい。天命にいてそんな機会があると思うの？何もしないまま私たちの人生はより良くなれる？それでカスラナの名に恥じずに生きられるの？その剣を見て見ぬふりはできない。そうだよね。結局あの日、私たちの父親はあなたに説得されました。うん、私は今回の任務でパパの助手になるの。もし事前に事の結末を知っていたら、あなたは後悔？どうして？あなたは未来の私なんでしょ？ですが、私はもうあなたではありません。あなたはもう私じゃなくなったかもしれないけど、私はまだあなただよ。ここが、ええ、カスラナの本当の聖魂空間です。パパはここにいる。行きましょう。ジークフリートさんを助けに。されていく。慌てないで。聖魂のルールは聖魂で超えましょう。シャニアテの名で命じる。黒煙に咲く白火よ、その力をすべて解き放て。してくれたから。
そうだ、今日はお前の誕生日だったな。今まで祝ってやれず本当に父親失格だ。でかいケーキを買ってちゃんと祝おう。カスラナ家の人間はどんな代価を払ってでも最愛の人たちを守り抜くって。だから私たちは来たの。テレサの言う通り大人になったんだな。そんなの言われなくたってわかるでしょ。でもみんなの力があったからこそ今みたいなことができたんだ。学園長、セーフレイヤの仲間たち、それとデュランダル。はい、少し複雑な事情がありまして、覚醒した私の成婚は一つだけではないようなんです。夫か。そのようなものですね。それはさておき、先ほどここにビーコンを設置しておきましたので安全な場所に戻りましょう。まずはここから出なければ。なあデュランダル、前に会ったことはないか。バガバットギーターの一文なのです。昔ヒンドゥー文化が好きな学友に聞かされたなのです。今のあなたは死にある大戦前のアルジュナに似ているなのです。アルジュナって？ヒンドゥー神話の中の王子で英雄なのです。クルクシェートラの戦いの前に血縁や友人が敵側についたのを知って気を落とし、戦いをやめようとしたアルジュナをバカバットと呼ばれたクリシュナ神が戦いに参加するように説いた言葉がバカバットギーターなのです。今から行く戦場に知り合いなんていないんですけど。ええ、ここで知り合いに会うことなんて。ビアンカさん、あなたが直面しているものはアルジュナと正反対のものなので、それゆえに似たような気持ちになるのかもしれないなのです。意味がよくわかりません。つまりあなたとこれから対峙する敵の間には本質的に何の交わりも衝突もない。それなのに、いえ、だからこそあなたの中に迷いや恐怖があるなのです。ビアンカさん、今まであなたは船長や議長の計画に沿って行動してきたなのです。責任感の落ち着く場所が見つからない。それがあなたの緊張の源なので、あなたは自分をよそ者と思っているなのです。そんな自分が異世界の人たちの期待に応えられるかどうかリタさんに聞いたなのです。あなたはすごく意識の高いバルキリーけど、あなたを喜ばせるのはいつだって任務の結果であり、それは辛いと思うし。でもビアンカさん、結果だけ見れば
この世にはたくさんの無意味なことがあるなのです。生きていることの意味は、死ぬことは自我に意味があるのか。例えばビアンカータジナ、あなたの存在意義はあなた自身なのです。バルキリーの先輩にとっては追いかけてくる脅威であり、あの司教にとっては珍しいサンプルなのです。でもこの世界の泡の人々にとっては、人助けをする超人、そしてあなた自身にとっては、それらは結果ではないのです。無に始まり、無にキス。ビアンカさん、この世界の泡が求める救いは結果ではなく、バーグナーやリヒャルト・シュトラウスの音楽のような。バルキリー、あなたは世界という舞台で自分だけのパフォーマンスができる。それはあなたがこの世界の一員かどうかとは1ミリも関係ない。ジークフリートさん、あなたが私を見たことを思い出せるなら、これから話すことは理解しやすいはずです。だいたい2ヶ月ほど前のことです。私はオットー主教にはめられ、虚数空間のとある場所へと追放されました。そこは虚数空間内に存在する独特な次元で、赤い砂漠が広がっていました。そこでは無数の歴史が無意識に現れてきていました。目的もなく、ただひたすら流されていく中で、私は、彼はあらゆる存在に勇ましく立ち向かう英雄でした。たとえその人生が運命によってズタズタにされているように見えても、妻を失い娘を失った。それでも闘志は消えず、いつでも前向きでした。伝説のシーシュポスは巨大な石を山頂へと押し上げ、それが転がり落ちる様を無力に見つめる。ある意味でそれこそが人生のありさまです。ただそれだけなら彼に共鳴することはありませんでした。しかし彼は運命の闘士になることを選びました。私もそう生きていきたいと望んでいた道を選んだのです。運命にひざまずかず、世界に屈することなく、心に秘めた最も純粋な信念を貫き、シーシュポスが私たちに残した本物の印は英雄の証であり、人類の証でもあります。だからこそ彼にとってあの出会いはあっという間に消え去る夢に過ぎない。しかし血縁、記憶喪失以前のこと、そのようなものではなく、人生への彼の態度、彼の人格のかけらが与えてくれた激励、その数々こそが私にとっての宝物です。そんな大切なものを得たからこそ、私はこうしてキアナさんと一緒に彼を悲惨な運命から解き放ってみせると決意できたのです。自分勝手な言い方をすると、この行為は彼のためでもキアナさんのためでもありません。決意の原点はジークフリートさん。あの時私が出会った人格のかけらは、この写真に写ったホムが色あせた姿でした。彼は、
お前の声が聞こえた。あの時は大声で叫んでたな。デュランダル、ビアンカ、アタジナ、響きのいいかっこいい名前ばかりだ。お前は2008年に療養所で目を覚まし、2011年には史上最年少で A 級ヴァルキリーになった。それから2年目に漁師の海を探索し、遠い世界を救った。12歳の時点ですでに他のカスラナが成し遂げたことのない偉業を。お前が言ってたように、成敗のみをもって英雄を論ずるなかれってやつかもしれないが、スターアンカーも天元も人類のために戦う律者も、お前たちがやり遂げたことはもうとっくに親の限界を超えている。まあ親としては無事に生きていてくれればそれだけでよかったんだがな。青は愛より出でて愛より青しってのも悪くない。そんな娘たちがいて自慢に思わない奴なんていないだろう。ビアンカ、キアナ、お前らのバカ親父ジーク、しばらくの間世界中で一番幸せな父親でいさせてくれ。何を迷ってるの？いえ、でも。おい、ちょっと待て。これでこそ家族だよね。昔は二人が私を家族にしてくれた。そのきっかけを作ってくれた。だからこういう時は私が助けてあげなきゃね。キアナ、本当にキアナさんらしいですね。もちろんだよ。久々の再会だもん。難しい話ばっかりしてちゃおかしすぎるでしょ。テレサ様、戻ってきたようです。ゲニウスのビーコンによると3人でいらっしゃるみたいですね。あ、こんなに早く。心の準備がまだできていないのに。ええ、私もつい20分ほど前にセーフレイヤに到着したばかりですが、どうやらジークフリート様にはご立派な娘さんが二人もいらっしゃるようですね。ここからは設置したビーコンを使い、旋回一条でケビンさんから切り離したカスラナの聖魂空間をテレサ様が掌握すれば、私たちは聖魂計画と終焉により一歩近づけます。でもケビンは自ら聖魂計画の断点を放棄したようなものじゃない。そうじゃなければさっき話したことをこなせるチャンスなんてないはずよ。はい、正確に言えば最初の急増の段階が過ぎた時点で角度を変えてみれば私たちの地球の奪還プランに近道はないと思います。しかしご安心ください、テレサ様。あなたはもっとあちらをご覧ください。やっほー、戻ってきたよ、テレサ。こんなにも早く再会できるなんて想像すらしてなかっただろ。おっと、そういや、お前に紹介しておかないとな。必要ないわ。ビアンカはセシリアの娘なのよね。ええ、
申し訳ございません、デュランダル様。長い間隠されていたとある秘密を先ほどテレサ様にお伝えいたしました。それってつまり…どうやら問題なかったようですね。何しろデュランダル様は勇敢ですから。デュランダル様は自らお伝えしたのですね、キアナさん。もちろん、だって天命最強のバルキリーだもん。それくらいの勇気がないとね。キアナさん、いくらデュランダル様でもメンタル面の課題に挑むのは難しかし、テレサ様、最強のバルキリーと最強の律者のためにちょっとしたプライベートスペースを作ってみてはいかがでしょうか。え、うん、それもそうね。すぐさまセーフレイヤーがピンチに陥るようなこともない。だから今後の作戦会議を正式に開くまでは二人のキアナのために心よく時間を作ってあげましょう。そう思わない、ジークフリート？ああ、俺たちの考えより彼女たちがお互いに確かめ合おうと思ってることの方が重要だからな。ではどのあたりに行きましょうか。噴水とかはどう？いいですね。こんな日が来るなんて。少し、うん、少し前にカロスタンの教会堂で向き合った時はまだお互いのことを知ろうとしてた段階だったし、あの時初めて世界の泡での物語を教えてくれたよね。それとあんたが思う使命、そしてすぐ後に私と同じように8歳までの記憶を失っていることを知った。あるひどい事故で怪我を負ってしまい、その結果昔のことを全然覚えていない。他人が教えてくれた理由さえ。それに、うん、だからそう驚いてはいないかな。キアナさん、あなたも私に気を使っていたんだ。あなたは私の答えを知っています。キアナはジークフリートさんの娘たちのことを指しています。しかし全くの別人で、そのことでいじけたりおごり高ぶったりすることなど私たちがすべき行為ではありません。言いたいことは分かってるけど、本物のキアナ・カスラナは私にとって特別な存在なんだ。空の律者はその名前を弱点だと思って私の精神を攻撃してた。でも律者コアの記憶を見ることで過去の全貌を把握したの。彼女は私に善意を示してくれた初めての人。私がその名を受け継いだのはキアナが世界に残してくれた美しさをより多くの人たちに届けるため。彼女は私の憧れ、命の起点なの。だから嬉しかったんだ、それを本人に伝えられる機会があって。ありがとね、キアナ。ありがとうございます。それに二人のゼーレみたいに同じ名前を使うのもいいかもね。でもみんなは慣れないでしょうね。それに記憶を失った私にとってビアンカはキアナよりもずっと大事な名前です。それは私が選んだ名前で最初の仲間でもあります。数々の海を渡り世界を定着させたあの冒険よりも前から4年間の時を共にしてきました。キアナがあなたと一緒にいてくれたように、この世に生まれてきた人間は親の子供である前に独立した個人なの。それが名前の意義。私たちはそれを通して自分を知り
未来の道を知っていくの。これはテスラ博士がジークフリートさんに伝えた言葉です。そうだね、パパからもらった名前がなかったら心の弱さに打ち勝ってここまで歩き続けることはできなかった。ママ、姫子先生、助けてくれた人たち、みんなが美しさを見せてくれて、今ここにある命を形作り、私に美しい世界を守るために戦うっていう心、そしてその原点こそが培養槽に眠る遺伝子操作で作られた人間を妹として見てくれた。私のお姉ちゃんなんだ。名前がキアナ・カスラナであろうと、ビアンカ・アタジナであろうと、私はずっと、ずっと、妹でいたい。家族になりたいって思ってる。キアナさん、あなたも知っているように、私はもう、あの記憶を失っています。ジークフリート。でも重要なのは未来。そうでしょ？さすがですね、キアナさん。確かに、こんな風に過去への悩みを抱き続けていたら、誰もが前へ進み、とある夜のことだ。すべての記憶を燃やすと、それは透明になっていった。とある朝のことだ。昨日のすべてを捨てると、足が軽くなっていった。太陽を見逃したことを嘆いていたら、君はこの後、星々を見逃してしまう。じゃあ、これからはずっとこう呼ぶね、お姉ちゃん。はい、キアナ。ブローニャ、ゼル、どうしたの？そんなに慌てて。私たち。ゼーレ、落ち着いてください。詳しい事情はまだはっきりしていないのですから。一体何があったの？キアナ。聖魂空間に入ってから、ここ30分の間。キアナは、メイ姉さんを見ませんでしたか？
ついてきてください。
大丈夫です。クリシュナ、調子はどうですか？これが伝承の力です。